おはようございます。まあ積み重ねね、いや本当にすごい大事だなと思いますし、その積み重ねっていうのが、まあ、自分を助けてくれるなって実感しますね。で逆にですね、やらないことの積み重ねはいつまでたっても自分の足を引っ張るなと思っちゃうわけですよ、うん、この度ね、私ね FX のコミュニティをスタートするんですけども、これがですね速稼塾のアップグレード版という形になって、まあ今まではね速稼塾っていうのは YouTube を使って、まあ、コンテンツを売っていきましょうとか、 YouTube の再生数を上げて広告収入を得るようにしていきましょうと、まあ YouTube を使っての、まあ、稼ぎ方っていうのはね、ここ最近はお伝えしてきたわけですけども、当然それまではアフィリエイトのやり方ですとかね、そういったものもやってきました。でもここに来てね、FX の教材コミュニティ、こちらの方が、まあ、リリースできるようになったわけですよね、これからはね、だからね50代に今年なるじゃないですか。この FX を中心にやっぱやっていこうかなと思いましたね。まあここに至るまでに6年かかりました、FX の自分のコミュニティを持てるまで。で始めた時は個人的に FX で買ったらコミュニティの運営は別にせずに、まあ、速稼塾は速稼塾のままでやっていこうかなと思ったんですけども、やっぱりね、まあ、50代になるにあたってですね、こうやって FX を自分の領域にしてみようかなという気持ちがすごく高まってきたのと、この FX によって同じようなね立場の人が、まあ、人生をねぐっと盛り上げてほしいなと。同じ立場っていうのは40代とか50代で、まあ、先行きが不安でなかなか金銭的な自由とか時間的な自由が見えてこないよって方に扉が開けないかなと思ったわけなんですよ。で、まあ、FX で仮にですね1年かけて手持ちの資金がもし倍になるんだったらどうでしょうかっていうところからの切り口なんですよね。1年かけて倍っていうと大それたような感じがしますけども、まあでもね、そこが遠い道のりなんですよね。まあみんなの銀行っていうのを去年は1年かけて紹介してきましたけども、どうなんだろうなと。そういった商品を紹介するのをやっぱりね苦手な方に対して一人で自己完結できる投資の世界、その中でも一番分かりやすい FX っていうのはもしかしたら近道になるんではないかなと。もちろん投資の資金は作らないといけないんですけどね、まあそれは本当時間を切り売りするような稼ぎ方でも投資の資金はね作れますんで、じゃあそれを数年かけて育んでいくっていう形で、まあこの FX のコミュニティ期間限定とかっていうのがね多分多いと思いますけども、今までの速稼塾の放送のペースでまさに積み重ねるように一緒にやっていけたらどうかなと思っちゃいましたね。まあ何しても私に対しても挑戦ですねこれは。まあ50代前半と後半では全く人生の見え方違うと思うんですよ。50代の前半はどっちかっていうと今までの人生をしっかりと見据えていく期間になると思いますし、50代の後半っていうのはこれからやってくるね、まあ老後ってものですよ。本当に吉田さん50代っていうのは老後に対する準備も必要なんですよね。おそらくこの50代の間には数多くのまあ身近な人との別れもあるでしょう。まあそれにも耐えながらね FX の世界を歩いていく、深い悲しみに追われながらも、そして子供の成長もあります。もしかしたら子供が大怪我をするかもしれないし、大病を患うかもしれない、どこかで問題を起こしてきてそれに奔走するかもしれないと、いろいろ考えるとね、
これから FX を積み上げていくのは今まで以上になかなか困難な道だなと思いますね。私自身も健康でいられるかどうか、いきなり何もかもやる気がなくなって精神ちょっと患ってしまったりとかっていうのもあるかもしれないしね。どうなるんでしょうかね。今まで積み上げてきた力が私にね、これからの積み上げの力をくれるのか、それとも今まで積み上げてきたことも歌方のように消えるのか、ドラマですね。今日は深夜2時、これから先の人生を新しく第一歩踏みしめるにあたって思いを新たにするのであった。じゃあ行ってらっしゃい。